今日は田中農場というですね、あの鳥取県東部の高下町というところにですね、ある水田を主力としている農業法人に撮影に向かっています。皆さんこんにちは、トゥリアンノフの徳本です。でこの田中農場っていうのは、まあ、大体水稲をですね、法人経営されている方はほぼご存知なんじゃないですかね。本当にもう全国にその名を轟かせるほど、まあ、有名な、農業法人です。で今日はそこに行って農業機械のこととかをそこの社長と話をしようと思ってるんですけど、まあこれまでの YouTube でも僕はそのやっぱり大規模化であるとか、その機械を大型化してね、やっぱりどんどん生産性を高めていくべきだっていうようなことを発信してるわけなんですが、実はこの鳥取みたいなね、こういうどっちかというと保守的な、やっぱりその新しい発想とかってすごくやっぱりこう毛嫌いされる土地なんですけど、そういう中においてその田中農場っていうのはね、本当に突き抜けたあの農業法人なんですね。まあこの後もご紹介しますけど、本当に100馬力を超えるトラクターもまあゴロゴロありますし、その経営の発想であったりやり方っていうのが本当にもう突き抜けていて、今回の100馬力のね、うちもトゥリアンノフのトラクター導入してるんですが、そういったその考えになるようになったのはやっぱりこの田中農場の存在っていうのが非常に大きくて、ああいう先駆者がそういうすごく突き抜けた実績を作ってくれることによって、まあ、僕自身もこう背中を押されて、ね、いいよっつって、まあ、そういうすごくね、ありがたい存在なんですよね。いや、で今日はまあそこに行ってね、いろいろとその今回農業機械ですね、大型機械のことについていろいろ話をしようと思ってます。まあ、ちょっととても楽しみですね。はい、どうも。すいません。久しぶりです。お忙しいです。すいません。よろしくお願いします。あ、どうもお願いします。ありがとうございます。田中社長です。田中です。はい、田中農場のまずトラクターをね、いろいろとご紹介していただこうと思うんですが、まずはこのフォードの130馬力ですよね、田中さん。はい。これがね、フォードの TW10 っていう。はい、トラクターで130馬力ですね、はい、昭和56年に導入したっていう、はい、そんな物件ですね。40年ぐらい前ですね、うん、そうですね、40年ぐらい前、はい、皆さんもこれ40年前にこの130馬力のトラクターがこの鳥取の田舎に来たっていうことで、あれですね、本州でもそもそも初めてだったし、100馬力の導入が、そうですね、はい、このクラスは本州、北海道以外で内地第1号だったっていうことを聞いてますね。なるほどですね。はい、でまあ、この辺の農家はまあ20馬力あればいいかなぐらいな、うん、それぐらいの馬力のトラクターが使われている中で、いきなり130馬力っていう、はい、これで、うん、そのやっぱり20インチのプラウを引くと、で20インチ要は進行するためにはどうしてもこれが必要だっていう、はい、正康さん、先代の社長の、そうですね、はい、まあ、当時、ビール麦と、はいはい、それから大豆を20ヘクタールぐらい作ったらしいんですね。まあ、そんな中で安定して取るにはどうしたらいいかっていうのを北海道の十勝に、勉強に行ったそうなんですね。そこで見たその大馬力のトラクターとプラウのセット、うん、これがないと土作りは始まらないって先代が思って、はい、導入したということを聞いてます。すごいですね。でこれね、この前のうちのブログでもちょっと書いたんですけど、当時、まあ、今でもそうですけど、こういう130馬力の機械を入れるっていうのは一般的にも過剰投資と見られるわけですね。で僕らもよくその行政の補助金とかを使うんですが、この100馬力のトラクターは、まあ、当時もそうだったんですけど、一切そういう何ですか、周囲からは理解されず、当然補助金も使えない状態ですよね。そうですね、当時補助金なんて花から全く相手にされなかったということで、なんとか銀行融資を受けることができて、で入れたということですね。すごいです。でこれね、さっき言ったんですけど、その当時先代社長の正康さんのお父さんに保証人になってもらって、でこれ当時の導入価格で1600万ということですから、もう本当に家を買うより高い買い物ですよね。しかもさっきお父さんの連帯保証人の数字には1600万のところ160万と書いて、後からゼロ足したっていうなんか話もあるという、本当かどうだかね、なんかそんな話を、うちの
父親はね、すごいしてましたね。まあそれぐらいやっぱりね、突き抜けた当時からも発想があるっていうのが、このまず田中農場のルーツがあると、まあそういうトラクターでございますね。はい、続きましてはですね、このヤンマーの YT ですね、5113のフルクロ、これまだいかついですね、田中さん。そうですね、これまあ2年前ぐらいに入れたんですけどね、うん、まあ、以前はね、あの諸岡の80馬力使ってたんですけど、まあ、それがまあダメになって、それからもう10年ぐらいフルクロなしでやってたんですけど、うん、やっぱりね、あの冬場のサブソイラー作業とか、それから春先早い時期のスタブルカルチでの、うん、はい、荒突きっていうんですかね、うん、まあ、そういった時にね、やっぱフルクロないとね、うん、できないですよね、うん、はい。僕のイメージとしては田中農場さんってどっちかというと、まあ、さっきのフォードもそうなんですけど、結構その古くてシンプルな、まあ、古くてっていう言い方してますけど、はい、シンプルな操縦機能で、やっぱりその結構そのオペレーター その技術力でやっぱ生産性の高い農業をやっていくっていう側面もあったと思うんですけど、はい、まあ、今回の YT とかだとほぼこれ制御系ですよね、はい、そうですね、まあ、もう時代は、制御系、電子制御ですよね、はい、あれ、はいはい、そうなんですよ、もうその機械しかないんでね、今。まあまあ、そうなんですよ。そうなんですよ。うちはもうシンプルで十分なんですけどね、言ったら、はいはい。ホイールトラクターでもね。ああ、なるほど、うん。余計な電子制御とかはもういらないぐらいな感じなんですけど。はい、でも右手一つで基本あれですよね、この YT なのかね。そうですね。やっぱり長時間乗ってても、うん、やっぱり体の負担少ないですよね。はいはいはい。はい、でもやっぱりこの、アナログな、はい、やっぱ操作のトラクター電子制御入らないような、うん、やっぱあれでまず腕を磨いて、それでからやっぱり乗るっていうのが一番やっぱその価値を、はいはいはい、しっかり活用できるっていう。確かに、はい、はい、続いてはですね、ニューホランドのこれ TL ですね。もういかついワイドタイヤを履いた TL ということで、ちょっと簡単にスペック説明していただきます。はい、これが TL100A で96馬力ですね、はい、導入して14、5年経ちます。でもう最初からですね、このオプションの低圧ツインタイヤをですね、うん、組んでまして、はいはい、まあ、接地圧は低くて、うん、まあ、牽引力などはフルクロに、匹敵するみたいな舞台文句のタイヤ で、はい、でちょうどまあ諸岡がダメになった直後だったんで、うん、フルクロの代わりとして入れたっていう感じなんですけどね、はい、なるほどな。完全にあのフェンダーからはみ出しまくってますよ ね、 これね。そうですね、タイヤ1本分丸々出てますね、はい、タイヤ高いですよね、これ。これね、当時ね、ホイールとタイヤ4本セットで140万のオプションだったんですけど、うん、今だったら多分200万超えてるんじゃないですかね。接地圧も低いんで、うん、やっぱすごくタイヤの持ちもよくって、うん、フロントはね1回変えたんですけど、リアはもう、うん、14、15年変えてなくて、まだ全然楽の山が残ってますね。しっかり残ってますね、はい、レベラー作業とかね、それから岡引きプラウとか、あ、なるほど、うん、非常にいいですね、はい、そしてこのフロントローダーもがっつりつけて、そうですね、通常より広い 2200mm 幅のやつをね、加工してもらってつけてますね。まあ、冬はこれで駐車場除雪なんかも請け負ってやったりもしてるんですけどね。なるほど、はい、夏場はね、春作業はまあ、今も1個石入ってますけど、興奮しながら石拾いするときに投げ込んでいきますね。いいですよね、はい、で十分これフロントウェイトの代わりにもなるってことですよね。そうですね、うん、やっぱり引っ張り作業するときにフロント荷重しっかりかかるんで、牽引力アップしますね、うん、はい、バランス良くなりますね。で、まあ、田中農場さんのトラクターは今約メインが8台ぐらいですかね。そうですね、はい、そのうちさっき聞いたら大体80馬力以上で100馬力もで、今回ね、この100馬力以上のトラクターについてちょっと掘り下げた話聞きたいんですけど、はいはい、結構こういう大型機械の話をしたり発信すると必ず、まあ、同業者の農家さんから、はい、うちはもう中山間地だけこんな大きなトラクター用入れんとか、はい、コスパが合わないとか、はい、狭い区画だけ作業性が悪いとか、はい、だけ、まあ、用入れんっていう、まあ、声も結構あると。ある程度その2、30兆クラスでも100馬力持ってる人とか少なくて、はいはい、まあ、でかいので5、60馬力、うん、国産の、まあ、その辺が多いと。でも実際僕ね、100馬力を使って中山間地の田んぼやってるんですけど、
やっぱり確実に生産性がガーンと上がるんですよね、はい、この100馬力でかいよ、うちには無理って言ってる農家さんって実際まだ100馬力を使ったことがない、うん、結構そういう先入観がね、うん、すごくまだ多いんじゃないかなって気がするんですけど、そうですね、どうですかねその辺、うん、私もやっぱそれは思いますよね、うんうんうん、はい、まあ、うちはもう最初から80馬力クラスでやっていて、うんうん、まあ、ここもいわば中山間地域なんですね。そうですよね、うん、基本的には3単区画で整備はしてあるんですけど、うん、もう1単半とか1単もあれば4ある5あるみたいなものも中にはあったりその中なんですけど、もうずっと80馬力でロータリーは 2m40 で、うん、はいはい、あるいは100馬力で 2m60 のロータリー使ってる、うん、っていうのでね、全体やっていくんですけど、うん、やっぱり作業が格段に速くなるんで、そうですよね、でやっぱり深くもやっぱり掘っていけますし、うんうんうん、仕上がりがやっぱり均一に安定するんで、ですよね、仕上がり本当に違いますよね、うん、パワーがあると、うん、で作業が早く終われば次の作業に移れるわけですよね、はいはい、で今までこれもうちょっとやっときたいけどそんな手間がないみたいなので、うん、やれなかったことでも、うん、時間が余裕ができる分、うん、また次の仕事はね、うん、できますし、うん、それだけあの田んぼに手がかけられる、うんうん、ということで、やっぱりね、こういう中山間であっても、はい、やっぱ80馬力以上、うん、100馬力クラス、うん、これはすごい有効ですよね。いや、はい、そうですよね、はい、あとはなんか100馬力になるとすごい高いんじゃないかって思いますけど、うん、国産の5、60馬力で使わないようなね、うん、装備もついて結構高いじゃないですか、はい、うん、海外の、ね、100馬力クラスだと安く、もしくは同じぐらいのコストで買えるんですよね。本当に50と80以上って全然もう車格も違うし、背負える作業機が一気に変わるんで、はい、少なくとも2倍以上の労働を生産するんですよ。うちなんかも3倍ぐらいのパフォーマンスですし、うん、30馬力の例えば 1.8m のロータリーと、はい、うちの100馬力の 2.6m のアースローターするんですけど、うん、本当にね5倍ぐらい違うんですよ、作業スピード、うん、でそうなると単純に同じトラクターを 2、3台増やして、しかもオペレーターもさらに増やすことを考えれば、ある程度こういう大型の方にトッと投下して、そこでオペレーターで1人で回した方が、はい、結果としてコストって下げれるなんてことができて、うん、だいたいね10人中10中100区はもう100馬力なんかやめとけと、はい、そんなでかいの入れたってお前、うん、こんな狭い区画じゃ使えられへんぞって言われるんだけど、はい、おっしゃるように一旦区も未満でも絶対100馬力の方が早いですよ、はい、あの全然それでも作業性問題ないし、ね、そう、条件選ばず、うん、やっぱ作業が安定してこなせるんで、であとよく多いのがでかいトラクターすぐはまるだろうって言われるんだけど、はいはい、これあんま関係なくて、実はそのフロントとリアのウェイトのバランスであったりとか、ちっちゃいトラクターでもこうやって後ろにこう、はい、後ろが重ければ必ずこうはまりますし、そこまであんまりそういう影響ないように思うんですけど、そうですね、100馬力ぐらいまでは水田で使ってても、うん、全然そんな問題は感じたことはないですね、うん、はい、まあ、僕らも気をつけないといけないのが、やっぱり自分たちの使ってる機械とか設備ってどうしてもこう正当化したくなるんですよね、はい、やっぱり今のやつが一番ええしになるんだけど、一皮向けた形でドンとこういう、まあ、大型の機械なんかも実は皆さんが思ってるより全然そのコスパはいいし、狭い区画中山間地でも逆にこういうものの方がパフォーマンスが高い、頑丈ですし、ね、あ、そう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 、頑丈がやっぱ海外メーカーは最初からこのこなす面積の想定が桁が違うので、うん、あ、なるほどね、やっぱりね、いろんなこう、まあ、鉄板の厚みだったりとか、うんうんうん、やっぱその辺も違いますよね。今日冒頭で説明した130馬力40年前の、はい、未だに部品供給がしっかり、しっかりあると、まあ、というわけで、まあ、今回はこのです、ある種レジェンド農家でもある、まあ、田中農場さんにお邪魔して、まあ、今回大型機械、まあ、トラクターですよね、の話をさせてもらいました。まあ、結果的にあれですよね、つべこべ言わずに100馬力以上のトラクターを皆さん買いなさいと。まあ、こういうことですかね。まあ、そういうことですね。はい。すごいですね。ありがとうございます。田中さん、本当に今日はお忙しい中、はい、ありがとうございました。ぜひ、続き、盛り上げていきましょう、農家を。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、すみません、非常に楽しい、時間を過ごしていただきました。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。